サブリナ・フィルツモザーはオーストリアのベルス出身の柔道選手。階級は5 7ラム級。身長1 7 3トル柔道は8歳の時に始めた。学校を卒業するとオーストリア軍に入隊した。2004年アテネオリンピックには出場できなかったが、2005年の世界選手権では3位となった。2006年には、 フランス国際やドイツ国際でも優勝した。2008年にはヨーロッパ選手権で優勝するが、北京オリンピックでは初戦で北朝鮮のケース日に横落ちで敗れた。その後、2010年の世界選手権では準決勝でポルトガルのテルマモンテーロに技ありで敗れるも、再び3位となった。2012年のロンドンオリンピックでは7位に終わった。 2016年のリオデジャネイロオリンピックでは初戦で敗れた。2019年のグランプリブダペストでは3位になり、IFE ワールド柔道ツアー最年長となる39歳30日でメダルを獲得することになった。2021年に日本武道館で開催された東京オリンピックには前回級で最年長となる41歳での出場を果たすも初戦で フランスのサネフェルハイヘ編に敗れた。アイフ世界ランキングは1466ポイント獲得で7位。ありがとうございます。